普段の実績があればそんなまやかしは必要ないんじゃない。それが怠慢だというのです。生徒たちに政策を考える機会を与えてこそ健全な学園運営につながるという発想には至りませんか。私たちはこの周知院がより健全で尊いものになるよう努力を重ねているだけです。その思いを選挙活動を通して生徒たちに伝えたい。